東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。冬至から45日になると陽気の方はだんだん上がってきて強くなってきて、陰気の方はだんだん弱くなっていく。夏至から45日になると陰気の方はだんだん強くなってきて、陽気の方はだんだん弱くなっていきます。これはどういう意味かっていうと、天動の陰陽の変化と地動の陰陽の変化です。天動の陰陽の変化っていうのは、つまり冬至の日になると太陽って南回帰線に直射して、北半球から見ると日照時間は一番短い日です。でこの時は天動の方の陽が一番弱くて陰が一番強い時です。冬至過ぎると日照時間はだんだん長くなってきて、太陽の方も南回帰線から北回帰線に向かって日照時間はだんだん長くなっていきます。だけどこの時は地球上の場合はまだ寒いです。そこから45日で経つと、要するに木が水が立って立春になります。で冬至の後の45日ではちょっと立春になって初めて地動の方が暖かくなってきます。ここから春は本格的にスタートします。で同じくな、夏至は一緒です。夏至の時は天動の方っていうのは日照時間は一番長くて、北回帰線に太陽直射します。その後太陽南回帰線に向かっていきますので、日照時間短くなっていきます。ただこの時は地球上まだ一番暑い時期ではなくて、そこから45日間過ぎて、つまり立秋の頃になると一番暑い時期で、そこからだんだん本格的に涼しくなっていきます。ですから陽気がだんだん弱くなっていって、陰気の方はだんだん強くなっていくのはこの立秋の時です。この陰陽の変化というのは時間性がありますので、だから脈もその時間性に合わせて変化してきます。脈の方ではその時間性乱れた場合、例えば春の時に春のあるべきの脈ではなくて、冬の脈だったり夏の脈だったりすると、その状態から健康状態、病気の状態、精神を判断することもできます。この脈の微妙な変化なんですけども、ちゃんと見ないといけないんです。ただ見るためにそれに従うルールがあります。そのルールっていうのは陰陽の変化から始まりますので、五行の変化から始まっていきます。でこの陰陽五行の変化、いわゆる春夏秋冬の変化に基づいて脈の状態を観察して放射を行う必要があります。それで天と人と統一することもできます。その統一してるという状態した上で、この精子を判断することができます。でこの体から出した音とか声とか、その変化では基本的に五音に基づいて判断します。五音っていうのは九、小、各、地、うっていう5種類があります。この五音というのは五行と連動しています。色の変化、顔色の変化とか皮膚の色の変化、これは五行のルールに従います。五行では毛火土金水に対して青、赤、黄色、白と黒の変化があります。脈の状態というのはこれ陰陽の変化です。陰陽の変化って太陽とか地球とか月とか、その位置関係によって脈が変わっていきますので、でその陰陽の変化に基づいてこの脈を判断する必要があります。次の段落っていうのは、夢とこの陰陽の気の状態の変化、夢を通して体の中の状態を判断するための話をいきなり出てきてます。まあ結構内容としては唐突で、前後の脈絡がなくていきなりが出てきてるんですけど、もしかして違う章の内容をここに持ってきてるじゃないかなっていう説もありますけども、レースの43編の内容と結構似てます。まあいずれにしても肉体の変化で夢に現れてきます。ここで簡単で言うと、体の陰の気が強すぎるでしたら洪水とか川を渡るとか恐怖を感じたりするとか、そういった夢を見ます。陽の気が強すぎると火事とか、あるいは火傷とか、そういった火に関する夢が多く見たりします。でもし陰と陽の気が両方強すぎる場合だとすると、夢の中では戦争とか殺し合いとか、そういった夢を見たりします。体の上半身の方に気が強すぎるだとしたら飛ぶという夢よく見ます。下半身の方に気が強すぎるだとしたら、これは落ちる、墜落する、そういった夢を見ます。食べすぎる、めちゃめちゃ食べすぎている状態だとしたら、夢の中では人に物を与える、
お金を与えたり、物を与えたり、食べ物を与えたりする。そういった夢を見ます。でもし、飢餓している状態、めちゃめちゃお腹空いている状態だとしたら、夢の中では食べ物を受け取ったり、奪ったり、なんか物をもらったりとか、お金がもらったりとか、そういう夢を見たりします。もし、肝の気が強すぎるでしたら、怒りの夢がよく見ます。肺の気が強すぎるでしたら、夢の中で泣いたりするとか、号泣したりするとか、そういった夢をよく見ます。で、もし、腸の中には寄生虫がたくさんあって、短い寄生虫の場合は、みんな集まるという夢をよく見たり、長い寄生虫の場合だとしたら、戦って喧嘩したりするとか、そういう夢をよく見たりします。夢の状況って見るっていうのは、この問診の一部でもあります。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。